公園。あ、何？と、ちょっと待てよ。ポケットにポタファ入れたまんま、バッテリーにつなぐの忘れてた。こっち入れ直さないと。ポタファの電池がへたっちゃって、今使ってるこの中に入ってる1個の電池がへたっちゃって、常にこれ給電してないと1時間ぐらいで切れてしまう。あ、いらっしゃいます。あ、そうだ。あ、大丈夫か。日本語は高いんですよね。まだ2倍以上しますよね。受験さんいらっしゃいませ。 じゃあこっちからぐるっと回って降りよう。よっ。X1 磁気放送ってあの人かな。コミュニティのアイコンが緑色のスライムというか、ニコちゃん大王というか、そういうキャラクターの絵のコミュニティだったら私はよく知ってます。前から入ってました。ガーミン、いや、英語版でもですね、今保証が効かなくなるパッチ当てなきゃいけないっていうデメリットあるんですけど、それさえ許容できるんだったら、バーズアイっていう、もともとガーミンに搭載されてる画像データをその背景に、地図の背景に使うっていう機能を使って、あと電子、国土地理院データとか、ヤフー地図のデータをダウンロードしてファイル化する、一部の人が公開しているツールがあるんで、多少面倒ではあるんですけど、それをやると英語版でも全然関係なく使えます。あと、さっき言ったアマゾンで DERE という名前の業者が出してる英語版 eTorex 30とか20とかもだと思うんですけど、はメニューは日本語化されてます。だから2万5000円ぐらいで 日本語、まあこういう感じの環境が手に入ります。見えるかな。で、こっから、細川文枝、ここに来るか。何を言われたのかよく分かりません。ガーミン、あ、そうですね。ただ電池が持つのはやっぱガーミンがかなり優位性があると思います、まだ。ここから見ていけるか。うん、天気また良くなってきました。いちいち。画質はもう、これは、帯域上がらないとどうしようもないですね。もっとネットワーク環境自体が向上しないと、これ以上カメラの方が下げても、かっこよくなりましたね。山岳遭難隊。それは平日は仕事で、土日は遭難隊のボランティアってことかな。5000円か。まあ割と それでも、まだ完全に動くやつですからね。この先通り抜けできないのが左側。今日自炊配信はどこもできてないんで、ないです。ライフライン、もう今本当ネットがなくなったら私は生きていけないな。まあでも一晩ぐらいだったら。おお、でもこれ町の方じゃないな。これは秋葉街道に向かう方向かな。クレーマーが悪い。わっと、でもやっぱクレーマー増えてるっていうのも実際あると思いますね。皆さんいいサービスに慣れすぎっていうのもちょっと良くないかな、言い方として。禁断症状出ますね。ユースト、いや、もう当面やってないですね。ユーストだとコメントの処理がめんどくさいんで。わー。なんかそこにプチ城みたいなのもあるな。信州高遠美術館開館中。いいですよね。これ左か。左行って右行って右行ってで橋渡る。あ、これこれ。あ、そう、漆器っていうのはこういうの。そう、漆器の店前この辺で見たと思ったんですよ。今そこに積んであるの分かりますかね。あれ、木のお椀の塗る前のやつが。塗る前のやつを展示用にもうずっとここに置いてあるのかな。トンボ堂っていうんですけど、トンボ玉なのかな。本の町？そうなんですか。あ、なんか、高遠ブックなんたらってやってましたね。アーツさんとかがツイッターで書いてたことあるな。
は今見た限りでは特に見当たらない。ソフトクリーム店閉まってました。まだ開いてないのか閉まってんのか。んこれから違うの GPS をよく見てないから。あとこれ面白いですね。信州名物うまうまと読むと見せかけて馬桜。馬刺しは昨日食いました。もっと食えって言われたけど馬刺しばっかり食ってるとちょっと辛いんでもういいですって言ったんですけどね。馬桜ん何チング観光地、あの思い切り観光地ではあるんですけど流行ってる観光地とは言い難いかな。そこがまたいい。変かな。こっからぐるっと降りて下の道に曲がる。桜肉、馬肉のことを桜肉って言いますね。ところてん甘いの食ったことないんですよ。酸っぱいの食ったことあります。ですね、日本一うまいところてんっていう名前新潟で、東区域、海鮮はかな、フォーマー使ってます。日本一うまいところてんっていうのを、なんだっけ、なんとか北北鉄道っていうところの近くで食ったな。観光客、あ、確かにそうだな。まあでもあのメインの、そうです、5時やってました。メインの時期じゃないんですよ。ここは桜の時期がメインです。さっきコメントにあったみたいに街中が車で溢れかえるらしいです。押されたさっき の, あのダム穴みたいなの落ちる車もいるに違いない。でこっちに行って、あれ、あの橋か、車通れない橋なのか、ここは。ん、あ違う、あの橋じゃない、こっちの橋か。これかと思ったら違うな。シーズン5時間、5時間ですか。うわぁ、わらび餅は結構好きなんですけど、あの餅米ついた餅とはまた別の食い物だと思ってます。特に好きなのはもち米の方、しかもつきたて、超贅沢なあの注文なんですけど、つきたての餅が一番好き。うわぁ、またてかこれ高遠湖もダム湖だったんだ。ん、食べてない。見えますか、あのこの左下から噴出してるやつがすごいな。あれ手を突っ込んだら折れそうだ。左下からのあの口から出てるやつがロケットの噴射みたいです。そうだ、ちょっとズームで見てもらおう。マイナスイオンとか、なんていうか、マイナスイオンは強力すぎてなんか放電が起きそうな感じですよ。放水どうですかね、雨の後だからずっとやってんじゃないのかな。ちょっと待ってくださいね。何でか、ああなるほど、そうですね、確かに。ちょっと待ってくださいね。ダム穴、ピントはどこだ、ピントはこのぐらいか、ピント合ってるか、これでピント合ってますかね。ほらこの感じで、暗いところは映り込みが激しいな。 OK で、すごいと思ったのがこれ、横のこれ、ロケットかよ、三村ツッコミ、ロケットかよ、えらいことになってる。ここに手突っ込んだら折れると思うんですよ。これこれすごいですよね。それがああちょっと待った、フォーカス戻せない。フォーカスタービンできそうですね。ていうか、ああまただ。水力発電はああいう感じなのかな、中は。あんなに落ちたら
全身の骨が折れたそうだけど、すごいですよね。というわけでいきますか。流しそうめん、これだったら端折れますね。あれ今ピント合ってませんでした？そう、デジカメだと結構あのズームできるんで、プレビュー上でこのズーム方法は今んとこ見たことないからオリジナルだと思い込んでるけど、どうだろう、やったことある人は過去に多いんだろうか、こういう放送で一人放題。例えば平凡夜間に、夜間に組み上げるのは、あの夜間に余ってる電力を使って上に貯めるので、夜間の電力を昼間に移すためのあれ対策ですね。揚水発電、まあ結構の無駄は 何パーセントか何十パーセントかの無駄は出るんでしょうけど、夜中に余って使わないよりはマシっていう。でこっちに行ったら、あの虹のなんとかっていうフリマやってるところのはず。中部電力、中電っていうのかな。そう、位置エネルギーすごいですよね。位置エネルギーが高いと、あのジュースの値段上がったりしますからね、富士山とか。中部電力、うん、揚水発電ですね。立ち見がそんなに来てるのか。やっぱりなんか見るとこ多いと盛り上がりますね。自宅の近く回って、ただ国道沿いみたいなとこ走ってると、だいたいなんかあの個人的な雑談ネタになってしまうもんな。その何々についてどう考えるかとかみたいな話がメインになってしまって、やっぱりこうじゃないとな。私が見せたいのはこういうところなので。あ、ここも高遠焼きっていうのが蓄電。あ、自転車のグループが向こう通ってた、トンネルの方に向かった。こっちの旧道の方が多分いいのに。ホテル、そう、ホテルもなんかあの平地に建てるように見えて、中は実は位置エネルギー高いんですよね。あ、笑えなかった、すみません。これアフリカンドラムか。いい道、ポコ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 ポン。コンガ、ガキの名前かな、コンガ。あれ、ロバがいる。ロバだ、あの頭の、あ、ソフトさ、いや、ポニーか。何の歌、何の歌、あ、これがあの会場か。なんだこれ、みんな同じ集団なのか。あ、日本語だこれ。気づかなかったけど日本語じゃないかこれ。しかもこれ見るか、裏側から見てんのか。ここですね、会場多分。アフリカ、あ、虹の位置って書いてある、ここだ、目指してる会場は。マニフェストはいない、すごいな、うわすごいなこれ。あ、誰かがほぐされてる。でもあんまりなんかちゃんと食事の店としてやってるとこはないですね。おお、やっぱこっちから見るもんなんだこれ。よく見たらみんな似たような黒い衣装着てたんだ。売り物も、大事な大事な宝物。
面白いな。手拍子やっとくか。あとこの手拍子ってあれじゃないですか、あの日本の日本式じゃないかな、なんだっけ、あとなんとかとかいう叩き方とは逆じゃないんだっけ。普通これって半拍子ずらす叩き方じゃないのかな。歌って、いや分かんない歌詞が、あと私歌えないので。踊り子さんだったんだね。写真。おお。すごいな。たまたま来てこんなに当たるのは。ビデオ撮ってる人もいるから多分大丈夫だよ。今スピード上がってますね。やっぱり今音量下げてるんで音聞こえないんですよ。ちょっと後で答えますね。当たり前なんだろうけど、うまいな。ちょっとしばらく鳴らしますんで。あれなんだっけ、カバディやる時見たな。おお、抱き合ってる2人はどういう関係なんだろう。お父さんになった人、子供が生まれたのか。若いな、何歳なの。あの人私の子供ぐらいの年齢じゃないか。今の人かったと思いますよ。確か一遍叩いたことあるんだけど、矢木峠の近くの青山山荘で。すげえ。何参加した時、あ、なんかあれかな、東北にいた時か。ゆうちゃん、おう、すいません、あの興味ない人は申し訳ないですけど、しばらく見てますので。
くない。太鼓叩く人も指先で大変なんですよね。一遍叩いたら随分痛かったから怖い。どんだけ踊るようになるんだろうこれ。サッポーリジナルトムヤムタンタンフォーフォーがアジアの屋台持ち帰りできるのかな。汁物だから無理か、うん、ん何が踊れる。そばいやどうなんだろう、何時までって書いてあったかな。気分が本当にそうですよね。長野のはあ、真似して踊ってくださいって難しいよ。でも踊り始めてる人がいるって、あれは仲間の人か、狩り民族、狩猟民族。あでも今時間11時半か、あんま減り腹は減ってないんだけど、ここで食っていくのいいかもしれないな。街では食わなかったけど、そこのアジア屋台で買って、フォー。フォーってあれですよね、あの米の麺で作った、まあ、ラーメンというか、あの麺、汁麺ですよね。ケバブないな。じゃあそこで買ってくるかな。ちょっと放送しながらだと店の人の顔真正面から映ってしまうんで。何かロボダンス、もう披露しない、もう披露しない。あこっちは縁側カフェ、よしよし。ザッコホーハンドーナツ、あハンバーガーみたいなの売ってるな。両方買ってくるか、こっちは。そうそうそう、割とあれですね、なんて言うんだろう、まずいんすか。どっかで、うん、もう早め昼飯してしまった方がいいな、落ち着いて食った方が。ベトナムですね、あのフォーはベトナム料理。ちょっと自転車上に置いて、あの買ってきますビーフン。あフォーガーって何ですかね。私はフォーは知ってるけどフォーガーは知らない。試すか、よしよし。あの玄米の雑穀ドーナツの気になるな。ちなみにお値段はですね、フォーが600円とか700円ぐらいで、まあ普通の店で買うぐらいですかね。よりも安いか、ベトナムよりだいたい結構な値段するんで。僕でもないやつ、結構あのなんだっけ、レゲエというか、なんでだろうな、あの自然大好き的な、そんな感じですね。地元 の, あの特産物が売ってあるとか、日曜のただのフリマって感じじゃないですね。うん、サッカーなんか吠えてますね。じゃ あ, あの店で買ってくるので皆さん待っててください。買うとこ映さないから。じゃあ行ってきます。マイクの風防が取れてた。行きます。
向こうに見た方がいいかな。向こうで食べよう。いや、そう、まあでも高遠の町ではあるんですけどね。この辺りかな。前に人がいるの。これぐらいか。じゃあ買ってきますんで。ここでいいか。
取れる取れる。よいしょ。なんか思いっきり裸になれますとかいう今ナレーションが。ちょっとじゃあ読み上げの音を上げて、でヘルメット被らないまま食べますんで。あとオートフォーカスするか。買ってきたのはトムヤムクンベースのフォーです。ビーフン的なやつ。ちょっと今すいません、読み上げが全然聞こえなくて。読み上げ音量、今日は1の1、今日は1の1。あの犬さっきからかカゴの中に入れられてんだ。見えるかな。で、今日もママ怒る。あ、今日もママ踊るか。あ、フォーガーはそう、ガーは鳥らしいです。じゃちょっと待ってください。足邪魔申し訳ない。今日は暑いで、でこれ担々風で、しかもトムヤムクンベースなんで相当汗かきそうだな。吸い紙がないと鼻水が大変なことになりそう。伸びる前に。そうですね、はい。オートフォーカス合うかな。今画面見られないんでわかんないですけど、これがトムヤムクンベースの、あ、もう虫が入った。潰さずに。でそっちのお茶はハスのお茶だそうです。で角度合ってるかな、このぐらいか。 GoPro を見るとこうでこうだな。白いのは肉です。タンタンの肉。大丈夫ですかね、これで。で足はどうしても入ってしまうな。足見せずに食うの難しい。どっから取りゃいいんだろうな、足見せないためには。で、これ値段はですね、鳥の方は600円なんですけど、こっちは750円。普通にまあ見せて食うぐらいですかね。でも結構目の量多そうでした。うわ、暴れてる暴れてる。じゃあ皆さんに食べるものはあまりよく見えないんですけど、まあ歌と踊り見ててください。私は食べてます。あ、そうだ、結局コメント聞こえない、この中じゃ。すいません、コメントはいつか見ます。いただきます。うわ、すごくアジアな感じの味がする。なんていうか、日本ではあまり食べつけない感じの香草とかの匂い。パクチーはちなみに入れるかどうか聞かれて、たっぷり入れてもらいました。あ、辛さは出しても大丈夫だな。そうだ、 iPhone でコメント見ます。ニコメコビューアで、ログインできませんでした。あ、忘れてた、また忘れてた。こっちで見ようとするとダメだったんだ。どうしようもないな、ダメ。そうだ、自宅サーバー見よう。自宅サーバーこれでリモートで見る。
これだと台風来ちゃうんですけどね。あ、この放送のコメントが全然取れてない。どうした？ちょっと待ってください。やばいな、コメントビュアーが自動起動してない。無理。ああ、イエーイ。もう PC 外に出しとくか。よいしょ。出力デバイス PC 本体ハニートラップ、こう、そうだ、食べ物も見えなくなるけどこっちに置いとこう。これで足が映らないはず。これでいいかな。てか子供が映ってるな。あーもうめんどくさいな。幼女幼女とか言うからだお前らが。だったら足映しとく。ロボット。子供が移動した。あ、誰も言ってなかったっけ、よじよじって。絶対言ってると思ったのに。犬が暴れてるな。せめてカゴから出して繋いでおいてやればいいのにな。うまい。てか今日の昼飯が4になるなんて全く想像できなかったな。買ったのそれだけです。あ、本当は刺身が出てる今。うまいですよ。あの本格的な味がする。あの香辛料っていうかな、普段食べたことのない香辛料の味がする。でもうまいです。トムヤムくんベースっていうから私これだいぶ辛いのを覚悟したんですけどね、割と大丈夫。あの酸味もそんなに強くなくて食べやすい。結構日本人向けにしてあるのかな。冗談だったらどうしよう。投げ銭にするタイミングないんですよね。あのお金を投げつけてやろうと思ってたんですけど、私が食おうと入るとあれかな。ちょっとマイクは少し体から離してきますね。精神的に。ああ。
俺がやったら、剣の話が。そうだ、自分映すと言ってもらったの、そういや忘れてた。よいしょ。こう、そっか、こういうアングルなの、こういうアングルがあるの忘れてたな。ん？オリジナルのダンスで。だいぶ巻き込まれてますよ、周りが。そうそう、福井アナ。ごちそうさまでした。植草教授ですか？植草教授、学生さんではありません。ありがとうございます。いつも顔出しありますよ。いい日に来ましたね、本当に。今日しかやってないの。腕鍛えてない。おお、ちょっと今音声切り替え中。出力先を、あ、そうだ、昼飯後のタイミングでこの音、映像と音合わせのためにもう一遍手叩いとこう。これでよし。神様のになってなってきた、ちょっと。ちょっと自転車まで戻ってからヘルメットかぶります。さっきから暴れてるのがこの犬です。なんかかわいそうだ。自転車のとこ隣に座られてる。
ですよね。ですよねって聞こえたかな。ワークショップ前、ヤビツのその生産層ってところでやってましたよ。その時には実際にちょっと参加した、ほんのちょっとだけ。トイレあるのかな、ここ。今のうち行っときます。あ、こっちか、トイレ。うん。カフェ進行。うん、初めて。いや、だと思いますよ。これいつもやってるとは思えない。あ、今のが終わりの終了の太鼓なのか。ポンポコポン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 で終わった。本当にちょうどこのタイミングだけ今昼飯食ってたことになるな。地元でもこれいつもやってないでしょ多分。うん、集まりっぽい。うん、ここはなんだっけ、ホリデイドーム、ホリデイパークですね確か。ここはホリデイパーク。でもワークショップだったらあのみんなで勉強するっていう形ですよね。今のはショーって感じだったよな。まあ、8時半から始めたからまだまだ大丈夫か。男性がまたあのカゴ暴れてる。あと お子さんが凝視してる。ベッドもですかね。昼食、そうですね。じゃあトイレ行ってくるんでもうちょっと待ちください。これ今どうなのかな。あ、振り回は店は少なかったですね。でもやたら特色のある店が多かった。じゃあちょっと待ちよう。戻りました。ん？何の材料？フォー。無意味さ。まあ合わない人も多いかな。別になんかあの私はその自然食店長にするつもりもないし、ただ単にイベントとして楽しんだだけですけどね。この後なんかやるのかな。お、切れた。なんで？ん？
長波の電波。ああ、これ多分ポータブル Wi-Fi が切れた。タイミング的にはどうだ。延長が危ない時間か。あ、大丈夫。これ、あの動画の YouTube 動画の方のために言うと、あ、やっぱり切れてる。もうこれはあのフォーマの端末で、こいつを充電し続けてないとちょっと電池が切れるんですが、外部電源が外れてた。うん、ケーブルが良くないのね。放送中断時間が数分に及ぶんで放送見てる人は事故ったかとか、まあ今勝手に妄想で言ってますけどね、いろんな想像を今巡らしてると思います。今これ多分 YouTube 動画だとコメントこの右側の方にスーパーインポートしてるから、そっちの方に出てますよね。皆さんの、私は聞こえてないけどコメントが12時か。起動するまで1分以上かかるかな。こんにちは。ポタファイ以外の電波って何もないな。いや、引っ張る。てか誰か無線機別に持ってる人はいるのか。取りで、操作を通して、畑に行って、いろいろやっぱり言われてるな。よし。すいません、お待たせしましたか。お待たせしましたか。今の原因はですね、ポータブル Wi-Fi、 あのフォーマの端末に対して、モバイルブースターってあの外部電源から給電しているケーブルが外れていたため、ポータブル Wi-Fi が電池切れしました。失礼しました。今あの抜けやすいケーブルからもうちょいマシなケーブルにつなぎ替えたんで、多分大丈夫だと思います。たまにこれチェックとかないとまずいかな。この iPhone から iPhone から、ポータブル Wi-Fi の管理画面に入っ、ヒッピー特殊な、あ、また、いやこれは違うな。ちょっと待ってください。うん、充電は始まってる。今度は何だ。今度はまさかプライマリーサーバーエラーか。いや、言ってるな。電波っぽいですね、こりゃ。電波っぽい。ちょっと移動します。ごちそうさまでした。みんなここで買ったもの食べてるな。抜けるだけで卑猥とか言うなよって。誰も卑猥とか言ってないか。湖には行かないの。湖、ですね、さっきダムは見てきました。さっき向こうからこう入ったから、こっち沿いに行って出りゃいいのか。こっちじゃないよな。ん、あっちも行けるか行けないか。行き止まりだな。よし、こっちお、バス来た。
ミヤ。また暑くなってきたな。登るに暑いな。もう離れちゃいます。十円玉移動。今は映像来てるかな。おっと、うん、別棒面白かったですね。てかここ固有のものかどうかわかんないけど、珍しいイベントでしたね多分。昼飯が4になるなんて信じられん。あとはさっき買ったランチパックあるんで、あと腹もあんま減ってなかったんで4だけで今のところ大丈夫です。いいものですね。もうちょうど終わりのタイミングで出てきたな。西東京、そうなんですか。あれ西東京ってツルツル温泉とかにも行ってるやつですかね。 あれウォンネットバスじゃなかったっけ。なんか電車っぽいやつだったっけ。汽車で、今ちょっとこの向こう側が高遠湖かな。自炊今日は持ってきてないです。ちょっと暑い。カーボンノック、それはハンガーノックの一種なんですかね。カーボンノック、その炭素不足によりカーボローディング不足。あ、美味しかったです。あと予想外に食べやすかったですね。トムヤムクンカツ淡々なので相当辛いんじゃないかと思ったんですけどね。今日は茅野まで戻る予定です。昨日茅野から出てきて、若干下ってるぐらいですね。今一応ペダルは漕いでます。ん、西東京ツルツル温泉のところ何バスだったかな。専用のなんかバスだったっけ。西東京は少なくとも奥多摩駅から奥多摩湖まではありますよね。今日の宿は中山。自走は無理。あと無理しない。でこの後はどこで電波が切れるか分かんないですね。多分この6時間枠の途中どっかで電波なくなると思うんですよ。確かエリア地図だと私が今日登ろうと思っている林道の入り口までじゃなかったかな。なんとかかんとか林道。これ、あ、そうですか。これもうちょっとマイク高音が入るタイプにしたいんですよね。でも物理的にこの胸元につけられて小さいやつだとあんまり選択肢がなくて、あと風防が元からついてるっていうのも結構このマイクはいいとこなんですけどね。若干高音が聞こえない。花野さんはもしかしたらもあるかもしれないですよっていうのはフラグですけどね。ラチェットも最初は静かだったんです。なぜか大きくなってきました。このまま大きくなり続けたらどんなことになるか聞こえましたね。水が白い。ハノファンを、そう、花野さんは今まで何回卒されたんだろうな。花野さんが最多なのかな、やっぱり。近くを走るときにいつも来てもらってるから。うん、ホイールは、マビッククロスライド、クロスライド UB ってやつ。最近、マウンテンバイクのホイールって全部、なんだっけ、ディスクブレーキ前提の専用のものばっかりなんですけど、あ、ここもあれだ。
抹茶オレ。あ、やっぱりこの水って濁ってるのはいつも濁ってるのかな。フルクラムすごい、あっちの澄んでる水はほっと澄んでる、濁ってる方は真っ白。疲れるストーカー、これさっきもありましたね。でその先色がちょっと濃くなってるかというと全然そう見えないな。そうか、こういうのちょっと面白いですよね。で歩道細すぎ、しっかり、そうですね、あの人の、例えばこの歩道で人と一緒にな、人を後ろから追い抜くときなんかは便利だったりしますね。ん？あ、透明と、そうそう。R152 って秋葉街道のことかな。泥、あれどうなんでしょうね。よっ、200色、そうですね、200色。今日は、ここからはもうずっと上りのはずです。ここまでが全体的には大体下りだったんですけど、ここから緩く上っていって、ハドル、どっか逆流ですね。アマゾンの。今、3000誰か。三輪ダム。ダブル滝、道路、まあいいや、ちょっとあの辺りで歩道に入って写真私も撮ろう。ランドのドロップハンドルがなんか姿勢的に苦手で、ふう、伊藤ハップ、なんだっけ、宿だっけ。夏休みは東北、北東北、秋田の城の方から青森で最終的に函館のつもりです。だまりますね。前見た時もこんなんだっけ、前もこんなにザーザー流れてたかな、台風の後だったし。あ、そうだ、前来た時には確かこれの上流の方が流木ばっかりだったんですよ、台風の直後で。そうそう、はあ、暑くなってきた、だいぶ暑くなってきた。ほらシルエットもくっきり、はい、今日宮ヶ瀬が、宮ヶ瀬もでかいですね。宮ヶ瀬も比較的新しめのダム。なんかついてますね。虫か？いや、そういうボケはいいや。台風でしょうね。出てますね。出てますね。お、いらっしゃいませ。あ、どれがどれだっけ。三輪ダムがあって向こうが秋葉街道で、あ、そうそう、これ古道秋葉街道って書いてありますよね。そうそう、これ前ずっと見南下したことあるんですよ。でそっから左に行って、あっちの方か。どれがどれだ、道がよくわからない。涙目ダム、なんで涙目、あ、この辺しかいるらしいです、宿で聞きました。これはどれのこと。長谷から入笠方面、土砂崩れのため通行できません。今行こうとしているところのことか。入笠ってどっち。
いや、後戻りは大したことないんですけど、ここからだったら。入り笠ってどこのこと？iPhone 地図の方がいいか。ちょっとどっか日陰で。あ、行ってらっしゃい。あ、ありがとうございます。ちなみに南下した方向にあるのがこの文具井峠ってとこで、ゼロ地場っていうので有名になっちゃってるとこです。個人的にはちょっと眉毛に唾液をつけてる状態なんですけどね。途中ん予告で電話、あ、これの連絡先ですかね。そもそも入り笠方面が どっち向きなのか分かんないんですよ。予告、いや予告ってそれはこの先通行止めがありますよという予告だから。じゃあ南、入り笠がどこか、入り笠は私が行こうとしてるとこかな、ちょい町。山、あれ遅い、病気が治るという。入り笠、どれのこと。入り笠方面が分からん。千流荘様、この千流荘っていう宿を探せばいいか。千人流れ荘、そうあった、千流荘出た。千流荘、入り笠、あれ違う方向か、これ南の方だな。スポットが、あ、そうそう、なんかそれで有名になっちゃってるので、あ、多分逆方向だな、私とは関係ないはず、ないに違いない。ハセもここから南側なんですよね。うん、あ、そっか、ハセからこっからハセ通って入り笠方面だから大丈夫だな、関係ないな、大丈夫ですね、大丈夫に違いない。大丈夫じゃなかったら実はここからのリカバリーはかなり難しくなる。いや、まあ、進行方向、私この後北上します。大丈夫ですよね、北上方向。まあ分岐のところにまた何か案内あるだろう。サイクリング楽しいですよ、自分でやるともっと。大丈夫だよな。何が走ってたから。この先どっかで左回ります。あ、そうか、でも台風の影響で林道とかは通れなくなってる可能性はあるな。今日はこれから芝平峠ってとこに向かいます。あ、ハセ、ハセっていうかあれ長屋かな。本当に一日を、帰りなさい。神奈川は数十箇所は多分行ったことあると思いますよ。それ以上ないかな。あ、ハセで了解です。暑い。看病。もうちょい、あ、ここでショートカットできるな。微妙、まあそこそこ。やってた。上りは6キロと6キロから10キロの間ぐらいかな。丹沢行きました。犬小路ってとこが一番思い出深い。
ここから左入ったらショートカットできるな。ガリガリはまあまあまだそこまでの暑さじゃないんですよ。あ、でもいかん、分岐にちゃんと看板があるかどうか見ないと。前こういうことで痛い目にあった覚えが。お、いらっしゃいませ。切ってみよう。そうですね、ガリガリ味の梨が。あれ復活したんですよね。なくなったら反響がでかかったのか。ん？何出た？16捕まる何に？ブルベが確か平均時速15キロで足切りでしたっけ？あ、ラジコン。三輪ダム三輪湖。愛知。あ、右折。右折か。怖い URL は開かない方がいいと思うな。あ、あの神社、あ、やっぱあそこだ。前来た時ここで昼寝した。あそこの神社の集まりであの昼寝した。でこの先すぐ先に道の駅があるんですよ。でももういらないな。特に飲み水もスポーツドリンクが丸々 500ml のペットボトルが1本残ってるんで。甲府は中の、そう、あ、そうそう、もう下り坂は当面ないです。こっから左で特に看板ないですね。 OK。 うん、道の駅のすぐ近くです。まあ昼寝して出発したらすぐ道の駅にあって、でもまあ休憩しなくてもいいやって言って素通りしました。あ、ってことは私はまだ一遍もあの道の駅に寄ってない。どうですこの天気。あとは行こうと思っている林道地帯がどうかってことですね。うん、今日昼寝なくて大丈夫です。こんにちは。で放送はですね、この先林道の分岐のとこで一応電波はなくなる予定。昼飯食いました、さっき。あ、主権さんいらっしゃいませ。さっきあのたまたまやってたイベントでの出店のアジア屋台でフォーを食べてきました。トムヤムクン風味の担々、あの肉のせのフォーを食べてきました。あのノーマルの鶏のフォーもあったんですけどね。やっぱりちょっと肉が乗ってたりするとそっちを選んでしまうな。うん、フォーあんなところでいい。事故りませんね。高遠を今通過してきたところです。高遠上司にも寄って高遠まんじゅうも一個食って、道の駅まだ行ったことない。あそこは南アルプスなんだっけ、南アルプス村だったっけ、あの普段使わない方の村の字の。クロワさんマジですか。またマジって言っちゃったよ。そういうのがある道の駅はいいですよね。ただのトイレがあって普通になんか物を売ってるだけよりは、何かそこ独自のものがあると嬉しいですよね。フォー、後ろからフォー、あれは高遠の町外れの方かな。向こうに見えてるあの集落というか家のつながりは、高遠の中心地があっちの方。公園、あ、高遠そばは前食いました。前来た時にケルンっていう店で、あのくるみ味噌キューブが横に置いてあるやつ。くるみ味噌だっけ、普通の味噌だったっけ。確かくるみ味噌だったと思うな。ちょっとお茶。
あ、でも笹山麦茶もう切れるな。うん、うまいですね。ホモさんじゃなくて惜しい、モモさんと呼ばれるのが嫌で、だったらロボの方がいいですっていうふうに自己申告したんだけど、特に元ネタはなかった。モモだったらロボの方がマシだって言ったら、じゃあそれでってことで。クルミはロボちゃんが思ったらろくな呼び方ないな。モモは桃色の便箋を授業中に後ろの人から前の人に回したら、そうか、あの桃色は好きなのか、じゃあ桃でって言われて、あ、マウンテンバイクですよ。ロボットから、うん、自分ではあのロボットから来てたのかもしれないです、自己申告だから。もうさあ、なんだ、あれ鳥じゃないか、なんだあれ、ちょっと待ってください。ガードレールのところになんか変なシルエットが、あれなんだ、ももさんにハンガーでした。これが鳥のシルエットに見えた。ハンガーかよ。相当昔、うん、20年ぐらい前の。これが鳥に見えた。ハンガーかよ。なんかあの四十からとかあっち方面の小鳥のシルエット見えたんですよ。あの色がっていうか、あの抜けてるところが背景の色でなんか白に見えて、節穴だな、節穴、あい、あい図か。その通り、四十から、四十から。あ、見えますか、見えますか、見えますよね。騙された。そう、セキレイとかあっちの小鳥系に見えたんですよ。にしちゃ微動だにしないなと思って、ちょっと視線動かしたらなんか、抜けてるところの色が変わって見えたんで、そう、嬉しいと思って、チャンスと最初に思ったんですよ。西洋ハンガー。騙された、見事に騙された。あ、でこの道なかなかよろしいですね、こういう道もいい。でこの後林道に入ると10%の上りがある。今12時過ぎだから、あ、意外とやっぱり余裕があるかな、わからんな。止まってたら、なんか止まってますけどね。お昼はフォー食べてきました。こんなとこでフォー。そう、今日の晴れは昨日の晴れよりも景色的にグレード高い。あ、そっか、の長野とか、秩父よりは山梨の方が近いかな、この感じだと。大松前もあるし、あそこで昼寝したり昼飯食ったりできる。車少ないですよね。これって最終的にどこに通じる道だったっけ。おやつ、トッポありますよ、トッポ。あの最後までチョコ詰まっているトッポ。うん、ちょっと待って、今文章が全く意味が分からなかった。今なんて言ってた。セミ、 GoPro が止まっております。カントリーロード延長、ツール再起動したっけ。リンゴ、この辺りリンゴあるんですか。ちょっと延長は、あ、できてない。なんで、ありがとうございます。できてなかったです。オンになってんのに手動で今延長しました。ありがとうございます。ちょっと危なかったな、危なかった。フォー爆発、
ご指摘ありがとうございます。あと1分ちょいでした。4月7月そんな米が思いっきり鉄塔が真ん中に。おお、棚田だ、棚田。新潟の東久米聞いてるとこのあの不規則な形の棚田が一番見た目的にはかっこいいんですけど、ハンガーに。そうですね、いや本当は自動延長するはずだったんですよ、がなぜかしてない。こういう整然とした形だとなんかあの棚田としての観光資源としては弱いんですけどね。でもこれはこれでいいな。そこになんか池もある。棚田はあの紀伊半島の大山、あれな、大山千枚田だったっけ。あそこはものすごいですね。豊作です。あ、人結構いますよ。あそこに一人農作業の人、一人。綺麗ですよね。あそここんな感じですかね。あ、そういえば四国ってこういう時期に来たことないかもしれない。行ったことは。お、行ってらっしゃい。私の方がか。千枚田って名前がつくところは結構多いんですけど、あとあの能登半島の白米千枚田、千枚田とか、ボタン寺円勝寺、ボタンなのか円勝なのか。お、あ、ちゃんぽんの上りだ。こんなところにちゃんぽんの店があるのか。四国の配信映像、あ、残してるやつなかったでしたっけ。あちこち散らばってますからね、今過去にアップしたやつは。ちゃんぽんどこ、ちゃんぽん、うまくはないけど、ちゃんぽんどこ。猫は人口が少ないところにあんまりないですね。漁港なんか結構いますけど。いや、トマト、ああ、まあトマト、キュウリ、あの無人販売で売ってたりはしてそうですね。コンビニはさっきの山崎が最後かな、今日のルートだと。山崎、あ、でも前私は北海道の札幌の手前の定山渓温泉と札幌の間ぐらいの、ミス米ってとこだったかな、ってとこでちゃんぽんの上り発見して、行ってみたら民家の中はちゃんぽん屋さんになってて、で、長崎から来たというご家族がちゃんぽん屋さんやってました。お、あの羽の赤が綺麗なカミキリムシ。お、あ、行ってしまった。あの羽の色がワインレッドで綺麗なカミキリがいるんですよ。沖縄ちゃんぽん、でもちゃんぽん麺と確かに似てるかな、どうかな。そうでもないか。ん、何が不安になる。もうこれ初めて見るタイプの。何が H なんだろう。微妙にかすかにパタリロ風味が入ってますね、口のあたりに。定山渓のちょっとあの札幌寄りの方です。地名はミスマイだったと思います。北海道のチャンポンは夏以外食いたくないな。夏以外、なんで。寒い時こそ散歩じゃないですか。伊那市かな、うん、コンビニは北海道は最近、あの最近じゃないけどすごいですよね、あのセイコーマートが。肘山って書いてある。あ、そう、ひじ形っぽかったんで。持たざる山ってことですか、これは。ちょっと深くないですか。あ、土日祝祭日全便運休です。ひで、土日はどうも走ってないらしい。ひじ山っていうとこですね。誰のものでもない山、誰のものでも、あ、そうかもしれない。
東電した、今東電明確にしたのは、なんだっけ、くそ地名がこうなんか出てこないんだよな。南清里なんとかって道の駅で夜東電したことと、あと大昔に北海道の、あ、でもあの時はなんか清掃の人が来てちゃんと断ったから後付けだけど、それは一応大丈夫なはず。本数が平日3本土日ゼロ、土日運休っていうのを初めて見たパターン。林道分岐はまだ先か、いや、ここか、ん、違うな、まだか。そう、韓国ネタか。南清里町、清里はあのソフトクリームで一時期有名になって、今はどうなんだろう。あ、そう、過去10年間自転車旅行してるんで割とあそこち行きました。でまだまだ行ってないとこいっぱいあるから。これバス停じゃないのか、車？電波はですね、まだまだあるはずなんですよ。じゃがいも焼酎、初めて聞いた。今回は茅野まで、茅野駅、長野県茅野市の茅野駅。そう、海外って言われるんで、今まだまだ行くとこありますからって言ったのは、そう、海外誘致対策のためです。やっぱり言語が違うと気合がいりそうで気が引けてしまうな。まあ行ってみりゃ大丈夫なんだろうけど、まだ国内で走ってる方が楽しいな。走ってても楽しいかな。清里からシャリだ、シャリだけ。海外でサイクリングしてる人は、あ、いますけどね、たまに放送されてる人もいますよ。この間あれどこだっけ、ネパールからでしたっけ。あ、そうそう、フォッサマグナ、フォッサマグナ駐車場とかいうの前見たことありますよ。将来的には、いや、そういう予定は特には。ハワイはマリオさんが放送したのは寿司屋さんの近くじゃなかったっけ、ハワイの。円高いいですよね。購買もこのぐらいだったらまだいいんだけどな。篠窓降りて時間があったら、いや多分ないな、どうせ途中ゆっくりするだろうから。あ、台湾も有名ですね。津波はどうなんだろう、可能性ないと言い切れるのかな。かなり久しぶりでしたよね。さあ、マレーの虎。そう、滝木はこの辺りの集落通るとよくありますよ。メスの銃弾、それ前原付でやってた人たち2人組を知ってる。はあ、何が起きる、津波が。日本人、おお、いいとこでしょう。昨日宣伝しろって言われたから言いますけど、この辺り、伊那の辺りにぜひ皆さん来てください。てか本当に昨日通ったルートはかなり良かったですよ。道はいいかと言われるとそれほど良くはないので、あ、そういうようになんですけど、集落の間を通る道がすごく良かった。テスコの旅っていう漫画でネタにされてる横見さんという人のあのテンションの上がり方に似た感じでした。私はなんかいいないいなとかやたら言いながら GoPro 動画撮ってたんで、動画的にはうるさいかもしれない。あ、トイレの時は私は外に置きっぱなしですけどね。壊滅、どうか。
昨日のようなあそこはですね、かなりあのレアなタイプの宿ですよ。涼しさは日陰だったら結構涼しいですね。あの宿は泊まる人と泊めてる人が一緒くたになって酒飲んだりカラオケ歌ったりしてる。私ああいうタイプがいいですね。あくまでお客さんとしてもてなされることを要求するタイプだときついと思います。ただあれはですね、町営です。町営で何のコツ、峠登りかな。峠登りはある程度以上きつい思いをしないようにした方がいいと思います。した方が後々鍛えられるんでしょうけど、疲れるので私は疲れないことを優先しているサイクリストなんで、シャイ。ああ、そうですね。確かにそういう面でも、私は旅行中だけ社交的になる。休まない。ああ、でも私は結構休んでるな。少なくとも足つきはむちゃくちゃしてます。北海道がメインですね、ライダーハウスがあるのは。前3枚です。だってマウンテンバイク。乱れないように。私は結構乱れてないかな。何の宿？確かその町が町営なんだけど、運営任されてるのは、個人というか、公務員じゃないご夫婦って言ったらいいのかな。一旦辛くなると私はそこから無理に走るとすごい勢いで疲れがたまるので、それ以上ならないようにずっとしてるんですよ。てかそれ以上やろうとしないって言った方が近いかな。だからコミュニティ解説時から書いてるように、いや解説時は確か無理しない書いてなかったな。頑張らないっていうのは最初だけ書いてて、で峠も頑張らないって言えるのかっていうツッコミが入ったから、峠だけ無理しないって付け加えたんですよね。いつだったか忘れたけど、まあ峠は頑張っていますとも。うわ、ギア落としすぎた。セミは結構鳴いてますよ。これこの声セミじゃないですか。働かないことさ、愛ってなんだ。ツッコミ、いや、どれの話だったっけ。ツッコミってあれか、頑張らないのことか。言ってしまうようですね。生ぼたたきを叩きますよ。私はお前ら叩くのが楽しいから叩いてるだけだろうっていうふうに言いますよ。もういい加減うるさいだろうから言わないようにしてるけど、あんまり。涼しい。ちょっとだけの下りが涼しい。金で。諏訪湖の方に下るんですよ、今日は。よっと。峠はかなり遠いです。まだ 2,3 時間はかかるんじゃないかな。今まっすぐ峠に登ってるわけじゃなくて、昨日泊まったところは町営の山荘なんですけど、素泊まり料金がやたら安い。ただ周り見せないんで、何か食料持っていくか、2500円の夕食と朝ごはんあれいくらぐらいだろう、500円かな、1000円かなぐらいの頼むことになります。それでも一泊二食で5000円ちょいぐらいですよ。私は今朝払ったのは布団代とか含めて5200円でした。だけで迷惑になるようなことするやつは一生足の小指をぶつけてろ。もらう。あれちょっと待って、これ下り合ってるような、間違ってないような。なんで下ってんだっけこんなに。あれ下りすぎ。自転車始めた。ありがとうございます。まんまと私の
まんまと。日常生活でめったに使わないですよね、まんまと。あまり下るとあと上り返しが怖くなるんですよ。うん、タイムシフトの他にもですね、いずれ多分1ヶ月以内ぐらいには編集して YouTube に動画としてアップします。うん、あ、寝袋、いや実は使ったんですけど、全部支払った後に、さりげなく布団は使わなかったんで、干したりしなくてもいいはずですよって言っといたら、あ、布団代だけ別に引くってことができないんだよなって言われたんで、それ含めて5200円だから、確か布団代が500円だったと思います。あの辺り町で決められてるから自分じゃどうしようもできないって言ってましたね、ご主人が。あ、まだか、まだこれ違うか、分岐まだ先ですね。バラだバラ、ブボキョウ。私のキャラクターのファンになられるとちょっと困るな。よっと、あ、そうそう、しめしめも使わないですよね。布団汚いからというか、布団に汚れがつかないようにするためのインナーじゃないですかね。全車結局何人ぐらいいるのかな、買っていただいた方は。そう、 YouTube あんだけやって無料なんですよ。ただいつまであの状態が続くか分かんないんですよね。容量むちゃくちゃ食ってますからね、私は。うん、エンドバーは登るときに使いますね。あとはこの平地でダラーとしてるとき、この急ブレーキかけたりできないこの体勢、はあ、ここはいいですね、この景色。南アルプス林街道だったかなっていうのが、これの、東側のどのあたりだろうにあるんですけど、そこはもっとすごいですよ、このこういう感じの景色が。あそこ電柱埋めてあったっけ、下に。いいですよね。やばいと、いずれ行くんじゃないかな。今何ギガバイトアップしてるかな。でも再エンコードされて圧縮されてるから、1動画あたり2時間で 2,3 ギガぐらいだから、今は50ギガぐらい使ってるのかな。そんなに使ってないか。雲いいですね、夏ですね。ドロップハンドルの、あ、そう、 YouTube、 私は自分の動画は広告を完全拒否してみたんですけど、どうだろう。ただ私の YouTube に入ってる動画の中で一番視聴率が未だに高いのは、あのフラッシュゲームの動画なんですよ。で、 YouTube で自由に使っていい楽曲を適当に時間の長さだけで合わせて適当に後付けでくっつけたら、なぜか曲と展開が合ってるところが、あれなんか見られてるところじゃないんだろうか。はあ、最近ここが最初の何秒かが強制的に切り替わったりするんで、ああそうそう、収入がないと続かないでしょうからね。ルイロ、いや、そのゲームの方は一時期その戦略ゲームにハマって、まあ、アクションゲームなんですけど、で、たまたま、ずいぶん長くできるように、長く進めるようになったんで、アップしたんですよ。そしたら妙に伸び始めて、妙にというか急に伸びたんじゃなくて、あれ、2、3年前にアップしたのが、なぜか延々と見られてて、コメントも100以上ついてんじゃなかったっけ、今。で、私は英語のニュアンスが読み取れないんで、一つも回答してません。この戦略はこれこれはどうやってるんですかって聞かれて黙ってる。でも今勝手にユーザー同士が話し合うフォーラムみたいな形でコメントがあるみたいですけどね。で、それとは関係なしに、多分海外のそのゲームのファンの人から見ると、こいつはなんか一つだけこの動画アップした後に全く関係がない自転車のダラダラと日本語でベラ喋ってる自転車の動画をずっと流してるわけなんで、意味わかんないでしょうね。しかも1個あたり2時間とか見てられっかって思ってるに違いないですよ。いや、見てないだろうけど、チャンネル登録者の中に外国人の人もかなりいるはずなんですよ、その1個の動画のためだけに。思うんであれ消したいんですよね。だから一応英語のお断り文も最近考えて作ったんですよ、この動画は、今月末までに削除する予定です。
で、私は今後はその自転車旅行の動画をメインと考えているので、もしこの動画を保存されたい方がいたら、ここで自由にダウンロードしてくださいみたいないう英文を作ったことがあります。で、まだやってないですけど。なのにこの辺りは相当古い道ですよね。廃屋になった学習塾なのかな、住んでるのかな。いや、今電車通勤です。いや、でもあれだけあるのなんか違和感があって。あ、 YouTube ありがとうございます。この辺り集落ですね。ミニバイク、でもあれ YouTube 的にはゲーム動画とかは結構規制されてるんじゃなかったかな。そう、過去のそういうグレーなところを消し去るために。豆腐工房豆屋さん、今日はやってないのか。あ、どうしようかな、スポーツドリンク1本あるけど、はあ、買っとくかな、なんかそれか飲んどくか。自販機です。今日中に帰ります、絶対に。はあ、ん、左にジャがあります。ジャ、ゲームだと思いますよ。投入ないな。塩分補給、エナジー補給しといていいですか。じゃあエナジージム、あ、いや、でも、でもな、豆腐ちゃんぽん、いや、やっぱりお茶、冷たいお茶を買っといた方が最後かもしれない。多分最後じゃないですかね。アンケしない、しない、しない。あ、でもそうか、お茶確保のために1本買って、あとはまあアンケなり自分で好きなものもありしてもいいかな。まずはお茶確保、飲料水、値段は変わらない。まずお茶、ん、値段、まずこれをこの保温ボトルに、下に物理的な物理線チェック、ん、どんりゅくせー、ちょっと飲んでください。昨日の麦茶があと一口残ってる。パスタ配信は今日のことではありません。カメって、あれか、ドラゴンカメハメハ、カメハメ発泡オレンジソーダ、オレンジソーダか。ミスった。口元に持ってくる途中で傾けすぎて胸元にこぼれた。あ、100円がちょなし。また外れたとゴミ箱があるの確認するの。サラサラオレンジはちょっと量が多いな。ここは地名はですね、多分この GPS 見れば載ってると思う。これ、まあいいか、一応、じゃあ、儲からないですかね。好きな球団、広島カープ。よいしょ。大道は、自販機は大道が一番多いイメージがあるな。あ、PC 結構熱くなってきてる。旧宅って何ですかね。別にアンケートしなくてもいいんですけどね。すりおろしりんご、10円玉、ちょっと持っときますよね。
仮面サイダーですね。腹が苦しくなるんです。これで選択肢1、さっとやりますよ。特に引っ張りませんから。5、4、3、2、1、0。ミュウ、あれ、あれ、結果が表示されない。あれ、結果が表示されない。結果ボタン押してもダメだ。なんで、ん、あ、これもしかして切れたか。切れてないか。切れてないですよね。ん、どうなった。ニコ生から切れた。うん、ちゃんと充電できてるしな。いや、いってる。これどういう状態だろう。ん、じゃあ直接まずテスト。あ、ダメだ。ちょっと動画の人向けにも言ってますけど、ニコ生から切れたみたいに。なんか FM LE だからこっちの音と声は言って、あ、音と声って一緒か、映像と音声は言っていて、コメントが見えてないだけかな。おい、いったいったいった、来い来い、来ない。コメントサーバーに繋がらなくなってるのかい。映像も言ってないな、この待機速度は。どうした。考えられる原因はちょっと、ネット接続とかいろいろ試します。ネットは接続できてるな。どういうことかな。自宅サーバーの動向は、あらら、何が起きてるかわからない。ネットワーク接続は全然問題なさそう。動画の方だと早送りした方がいいかな。どうなってんだろう。切れた。さっきとかな。
さらにこのままの方には下草がついで、つながらないので、あ、そうだ、ツイッターがいいな、ツイッターで、ツイッターで、あ、反応鈍い、アンケートの出題だけして、この先が、あ、よいしょ、よいしょ、吸わないタバコ、か、貝の音、後悔の貝、さて、5分の1も来てないぐらいか、すいません、なんでかあのコメントサーバーに繋がらなくなったんだか、なんか繋がらなくなってました。何の前触れもなく突然コメントが聞こえなくなって、私しばらくあのコメント、あの映像は言ってるのにあのコメント来ないなとか言ってませんでした。というわけで、これアンケートの結果表示するのはどうすればいいんだ。アンケート今からの結果を出そうと思います。アンケートの結果を表示する。あれ？結果が、どうすればいいんだっけ？あのコマンドなんだっけ？コマンドなんでしたっけ？なんたらかんたら、ボートだ。ボート、ショウリザルルと、あれ
あ、また繋がらなくなってる。皆さん今私の音と声は、あ、また間違えた。映像と声言ってますよね。コメントが見えない。なんだろう、アンケート関係のソフトするとおかしくなるのか。再接続。来い来い。ダメだ、コメントサーバーに弾かれるようになるのかなんかで。ちょっとツール、またツール再起動しますね。すいません。あ、そうだ、しまった。音声録音が停止してた。アマレコ校で再度録音開始して、で音タイミング合わせて、忙しい。なんかいろいろ動きがおかしいな。あ、あれ？やっぱりコメントサーバーへの接続がおかしくなってる。ですね、どういう状態か。あ、ハングした。いや、してない。いや、おかしい。すごくおかしい。初めてだな、この症状。FMLE もなんかちょっと画面は動いてるけど、あ、動いた。ウィンドウがドラッグできなくなったり。何がまずいんだ。私は今コメントが見えてません。皆さん今見えてるのかもしれないですけど。マクタ取れたよ。コメント来ない、コメント取れない。とりあえずあのボート勝利ザルトと棒とストップだけちょっと時間差を置いて入力して、今どうなってんだろう。自宅サーバー画面、来ない、見えてないの。そうそう、あのこっちからコメントが見えてないんです。で今の自宅サーバーの画面、あの勝手にコメント取得してる自宅サーバーの画面見てます。ちょっと待ってください、画面がおかしい。再接続。日暮らし泣いてますね、近くで。で、アンケート結局結果出ました。一応回答を出した後に、消したつもりなんですけど、景色いただきすぎ。
コメントが取れないんですよ。もっぺん PC 動じゃないや。PC 再起動するんですけど。あ、梅ですか。わかりました。じゃあ PC 再起動してないから夢飲んでますんで。ちょっともう数分お待ちください。結構時間ここで10分以上ロスしてるな。じゃあまた後で。ゴープロの方は継続してますけどね。再起動。梅おろしでも飲んでるかって、結構昨日も 梅酒飲んだから過ぎてな感じがする。するとおかしくなるのかな。繋いといて、コメントサーバーへ接続、繋がれ。音と映像も先に行ってると思いますよ。枠が取れたよ。来い来い。自動無料延長忘れずに。自動無料延長を開始します。繋がれ。あ、来た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 、おか、よし、来たね、おか。ああ、よかったよかった。自動無料延長を中止します。なんでこんなに、なんで来た、なんでこんなに苦労しなきゃいかん。初めての症状でしたよ。コメントだけ繋がらなくなるっていう。ちょっと今後アンケートはないかな。アンケートは復帰完了。大変お待たせしましたが、なんとか復帰したみたいです。梅おろしはアルコールが入ってない、あの梅酒でした。昨日梅酒飲んだから、なんか続きを飲んでる気がします。んセブンイレブンこの先ある。でも林道に入る予定です。あ、こんにちは。梅子のみかん、アンケがバグなの。梅おろし、あのアンケ専用ボタンを、あのこのツールのボタンを押したら、なんか2回ともとコメントでサーバーに繋がらなくなりましたね。私だって疲れるわ。4381どこだよ、わらわら。というわけで、自販機で念入りにアンケートやった後に再出発。ただもうすぐあの林道に入る入り口があるんで、そこから先電波はない予定です。梅おろし、梅おろしよっと。梅おろしって前の車から見たら、あいつは何ペットボトルをこっちに向かって掲げてるんだっていう状態でしたね。すいません、放送中なんです。あ、変わった弊害。なんかご夫婦で一眼構えてる。あれ麦取ってるんだな。麦、なんか 麦畑が今茶色いですよ。だいぶ今休憩しました。でもあのちょうどいい風が吹いてきてたんで気持ちよかったです。今のところ爆臭ですね。爆臭、この辺りいいですよね。鶏だ。
麦畑。サングラスはしてますか？サングラスはしてないんですよ。したことないんです。ここは長野県。いいな。夏や。風が気持ちよいです。うますぎる。安定の4択だったのが9択まで使えるようになったんですよ。9択。それは公式にってことなんですか？知らなかった。ああ、じゃあコメント再生スクリプトの。麦畑。チュー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 しているいいじゃないかの歌のあれかな。ん？何の知らない？ドリフの麦畑は知ってる。ん？紫外線、ああ、実際どうなんですかね。もう手遅れな気がする私としては。まあ今からでも害があるならした方がいいんだろうけど、お疲れ様です。今日はちょっとまだ時間わかんないんですよ。そうそう、麦畑は、あ、麦わら帽子。あ、それ知らない。え、消えた？下手に色濃いのつけると瞳孔が開くんだよね。色濃いの、あ、麦わら帽子をなくしたのは覚えてない。バッテリー、人の往来むちゃくちゃ少ないです。バイク、あ、ラグないですね。ってことは映像まだ来てるのか。タグもカエルも、それはなんか私が終末戦争のイメージが出てくるな。なんかカエルも田んぼも全部いなくなってしまって。あ、でも田んぼは違うか。原付きだとかなり遠くまで行けますよね。原付きの場合は、うん、どこに行っちゃったんでしょうね。行っちゃったんでしょうね。知らんわって言われそうなの。今頭の中でそういう返事が形作られましたが。何県ですか？長野県の今ここはまだ高遠、伊那市の中なのかな。霧石ダムやん。すさんでしまったんですね。霧石ダム。先日は美味しいお寿司ごちそうさまでした。美味しいお寿司どういたしまして。で、何の話だ、覚えがないぞ。そんなのそれはなんか仕事に関してのあれか、引っ掛けいや、でもリアルで忘れてることあるからな。うん、ピースしたら海の高原絶景でございました。写真ちょっとまだ合成、パノラマ合成できてないんで、まあ今日か明日、ウェブアルバムは先にアップロードしようと思ってます。あ、今回は特に今日はなんかいろいろあるな。まあ昨日もいろいろあったけど、やっぱ走ったことのある近所走ってるのとは違うな。お、ママチャリ。今なぜかバンの後ろ側に子供用自転車を持って立っている小さな女の子がいたので会釈してしまいました。あっちも思わずって感じで会釈し返してたな。スペシャルのアシスト付きクロスがあるのか。今かっこいいと思う。どうかな、スマートな走り方は全然してないですよ。わっと、これかな、この分岐かな。ここから左に登ると女の子いたの？どこまでスーパーに行くんだここ。笑、うん、入り笠じゃなくて入笠山っていうのが。短時間だけど40キロメートルエッジくらいで走れるよ。これはどういう意味なんだろう。入笠山が21キロ先にあると書いてあるのはさっきの通行止めの入笠山、入笠じゃないんですか。これでも行き止まり、あ、車行った。笠山の森、あの女の子がロボさんに憧れて将来ロングライダーは私は違いますよ。ロングライダーじゃない人間ですよ。水を救ってみましょう。水、これはちょっと別のルートのことですよ。別のルートだと思うんですけどね。矢印です。入笠山は鈴蘭がいっぱい咲いてますよ。笠山でもどう見てもこれここに看板ないのはおかしいですよね。土砂災害で通行できませんっていうのが書いてないのは。いや、暗記で自転車で暗記は取り返しがつかなくなるからダメ。右の方はこれ県道で、あ、逆方向大丈夫ですかね。
ただ左に行くと電波なくなるので放送はできなくなりますけどね。あとこの分岐だよな。うん、この分岐だ。セーブ。これだよな。こっからぐにゃ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 登って、あ、トンネルもあるのか。この近くトンネルでこの山の下抜けるところもありますね。で、私はそれの上に登ろうという算段でございます。しかもダート。キャノンデール、いや、どうだろう、わからないです。山道行ってみます、せっかくなので。もう一人帰る、セミじゃないかな。うん、右の方が若干楽だと思います。イケメンじゃないです。あ、ただイケメン基準は人によって違うんで、私はイケメンという人もいるとは思うよ。それは私がイケメンである自信があるんじゃなくて、人の価値観は様々だから、どんな人でもイケメンという人、いうふうに感じる人は絶対いるはず。いいえ、ちりめんじゃこです。そのあたり私はなんかイケメンかどうかの絶対基準なんてないと思うんで。あとイケメンという言葉自体も最近のやつですけどね。あとイケメンの面は面なのか、あの MEN なのかっていうのもちょっと気になる。某イケメン、いい男でございますか。ああ、そうだ、昨日のあの宿の酒盛りで、なんで結婚してないんだっての散々言われたな。やっぱどうしてもかなり年配の人を相手にするとそう言われますね。人としてそれは間違っているという感じで言われる。いじめん、いじめん、言われますよね。超言われました。イケメン、まあまあまあ分かるんですけどね。ん、フロントシングル、いい男。いや、曖昧に笑っておきました。曖昧に、あとはですよねとか言っておきました。思い切り心がこもってない言い方でですよね。お、低い。何言われた、結婚してないのかと。やっぱり人生というものはなって言われ始めたんで、途中から目そらしてましたけどね。まだ24、まだ24だったっけ。あ、これくぐるとダメなんだよな。これくぐってしまうと向こうに抜けてしまうから。あれ、あれ、どこだ、あれ、これ登り道どこ。あれ、あ、ほんのちょい手前から右に曲がるところがあったはずだけど、全く見当たらなかったな。バツイチ、あー、なるほど、それいいな。じゃあ今度から嘘言うか。瞬時に寝る、優しすぎるんですよね。まさかこれか。他人に、いや、あ、一応舗装路だ、ここはまだ。ちょっと入り口に写真撮っとこう。手前でしたね、見落としてたな。これだ、初っ端からきついな。いや、これが今日のあのダート林道の入り口。ダートがどのぐらいきついかがちょっとわかんないんですけどね。でも尾根沿い、この山の上の尾根沿いずっと走っていくんで眺めいいはずなんですよ。今度はじゃあ行くか。すごい。おお、いきなりきつい。まあ楽しそうですけどね。うん、ここから先電波はエリア外です。どっかで切れると思います。今23分が微妙だな。5分以内ぐらいに切れてくれないと、真っ暗30分っていう可能性がある。ボルテージが。うん、多分舗装なくなる。ここはダートだっていうふうに情報があったんで、最初このぐにゃぐにゃがアベレージ 10% ぐらいの結構な
シビアーな坂なんですよ。ギア落としてゆっくり行こう。あ、行ってらっしゃい。頑張るとこまで。今日はもういや、今日は多分もう取らないと思います。あ、でもそうか、杖付峠あたりやってみるかも。まあ、あるとしても銀行16時17時ぐらいにやるかもぐらいです。タイヤ26インチ。無理しませんよ。無理しない証拠に、ほらほら止まった。この道は尾根沿いの林道があるんですよ。電波があれば。まあ、止まってない。ちょっとタイミング悪くなりそうだな、これは。もうね、あ、あるかもしれないですね。いや、でもどっちにしろこの辺り一帯もうなくなるはずなんで。うわ、当たった当たった。ジャリがジャリが、早速。携帯を使いなさい。携帯。え、まだぬるぬる？宿。宿。改めさせてもらう。置いてかないでよ。やった。山奥。まあ大丈夫ですけどね。今日はまだまだ。ちょっと待ってください。よっと、ちょっと今ベルトのとこがなんていうのかな、肉が挟まってちょっと痛かったんで。どこも頑張れ。今日は十分暖かいです。暑いです。ん、何が広い芯積もれ。モネは0721。ハイオクキコリは見たことないな。漁師だったら山の中で見たことありますよ。人気のないところで銃を持った男と会う。あ、オフロードバイクだ。坂道が、はあ、折り返していった。オフロードバイクを折り返していった。県道方面に。県道行ったって電波ないはずなんですよ。だから絶対に切れます、この先は。何やる。もうそのあたり結構ダートに見えますよ。ここは舗装なんですけど。第二簡易水道整備事業、宮原排水地。あ、舗装切れた。あ、ありがとうございます。ここだ。私は 1.5 ですけどね。そう、センターラインがもうすでに砂利だらけだったんですけど。しかしこの画質いいですか。射撃場よし来た。あ、ジェシーさんかね、ありがとうございました。このくらいのダートだったら大丈夫だな。あ、外部バッテリー切れた。外部バッテリー切り替えます。 1.5。 ああ、荷物は確かにあるとパンクはしやすいかな。うん、頭つき。そうですね、延長はもうできてなくてもいいんですけどね。
この先は絶対電波は30分以内切れると思うんで、もうこれで切っとくかな、延長せずに。絶対絶対1ビットでも送信できたら腹を切るっていうのは、昔の16ビットパソコンの絡みのネタなんですけどね。いや、延長はもうしなくて、しない方がいいと思うんですよ。腹切り、敵とは、そうですね。宿泊配信今日はない。いや、もう一旦切ると言ったからに、男が切ると言ったからにはもう絶対切る。あ、初見さんいらっしゃいませ。でも切る。寝ようと。GoPro で録画してるから。ここから先はもう、あ、そうだ。じゃあケーブルも入れ替えてしまおうか。平均 10% は確か超えてたと思います。この、標高差何メートル登るんだっけ。初見いらっしゃいませ。でもここで終わる。あ、木形さんありがとうございます。じゃあ、またね。夕方頃やるかもしれないけど、ちょっとわかんないです。ここから先はもう GoPro だけで録画していきます。初見さんいらっしゃいませ。でももう終わります。あ、そうか、まだあと30秒あったか。で、ここで、もう PC から切り離して、で、GoPro の方だけ充電ケーブルつないで、で、マイクも直接 GoPro につないでやるつもりです。放送、何を切り忘れないで。お、高藤地元いらっしゃいませ。あれ？まだまだ、延長、延長、停止し、パイ。でも終わる。それでも終わる。終わると言ったからには絶対終わる。すいません。延長できてましたね。なんでか。できてないと思い込んでた。じゃあ、強制的に切ります。延長してたまるか。じゃあ、ありがとうございました。また、また。というわけで今切りました。放送の方は。これちゃんと終わるんだよな。あれ？その流れで。まあ続けてもよかったかもしれないけど。なんか大変そうだったし。よし。じゃあ、500円。実は私は今回は、あ、尺取りも尺取られてる。尺取られてる。あ、中に入る、中に入る。外行って、外行って。よいしょ。よし。で、PC の方は録音停止する前に、まず、マイク切り替え。これを、ああ絡んだ絡んだ絡んだ、よし。で、よし、接続で、PC 関係の配線は全部切って、ウェブカメラも取り外して、これで、こう、
しょ。あ、で、PC の方のロックオンを停止して、あ、ウェーブアドバッファーエラー、え、録音できてなかった、ここまで。ん？あ、大丈夫だ、取れてた。で、PC はスタンバイに落として、よっと、あ、そうだ。で、あと GoPro に、GoPro に電源を供給する延長ケーブルだけをつなぐようにして、これ違う。そうか、これ延長ケーブルじゃなかった。ちょっとあの動画の方の人すいません。延長ケーブルだけを生かすためには、これか、こいつをこっちにつないで、しまった、 GoPro の延長ケーブルだけ別に取り外したつもりが、このケーブルじゃなかった。GoPro だけにつなぐのはいいんだけど、途中支えるものがないな。これをここに通して、でこいつはここに引っ掛けて、でマイクのケーブルもここを通して、感じかな。難しい。こんなもんか。よし、なんとかこれで GoPro を充電し続けられる状態に、戻った。あと GoPro の10、メディアの残りはあと1時間57分なので、1時間50分後に iPhone のタイマーセット、タイマー1時間、こちらこんぐらいかな、これ1時間、開始、タイマー終了時は私が嫌いなデジタルの音。よし、かなり静かになったな。あー、マイク、マイクケーブル、
もういいや。あ、ダメだ。